どうもクミツーです。ドラゴンクエスト 11S やっていきましょう。で、玉が全部ねやっと揃ったんですよね。なので台座に向かおうってところだったと思うんですけど、なんかさ、動画編集してたら気がついて、このシャール様の部屋でこの人に話しかけ忘れてたんだよね、なぜか。だからいろいろまあ回収して、まあなんか節目になりそうな感じじゃないですか。もう終盤なのかそうじゃないのかは置いといてだいぶ台座って節目になるところだと思うんで、いろいろ回収してから向かいましょう。はい、シャール様、魔女さんと友達になってから表情が生き生きしてるように見えるわ。いい友達ができて本当に良かったわ。戦王であるお父上が亡くなって一人で落ち込むことが多かったからね。いや、まあ確かにお父さんが亡くなってで、ねえ、悲しんでる暇もなく王になんなきゃいけないって結構辛いことだよね。うん、そう、なんか町の人に話を聞くと、なんか内緒にしようとしてたじゃん、魔女が来たってこと。だけど結局そのシャール様の隣にいるようになったから話が広まって、で今はなんかね普通に受け入れてるんだよね美しい魔女がいるとかなんとかかんとかって言って、でこの本も読み忘れてて、隣のねやつは開けたと思うんだけど、氷の王国クレーモランの歴史という本だ。ロトゼタシアの北に位置するクレーモラン地方は果てしなく続く雪原と氷点下の寒さから人々の訪れを拒む未開の地であった。しかしシケスビア雪原の奥地に探検家が迷い込んだことで状況は一変する。人類の英知、古代図書館の発見である。ずっと、めっちゃ昔からあったんだ古代図書館って。古代図書館に眠っていた多くの書物の発見で、世界中の研究者、魔法使い、思想家たちが我先にとクレームラン地方へやってきた。だからあの図書館があったことによって、ここのなんか魔法系のなんか武器とか結構売ってるよみたいに言ってたけど、動画ではカットしたかななんかここはそういうのが有名らしいんだけど、そうなんだ、図書館のおかげでみんなが来たんだ。そういう人たちが特に、彼らはこの地を学問の聖地と定め、現在のクレームラン王国建国の礎となったのである。なるほどね。見たよ見た、魔女リーズレットさん。伝説では知ってたけど、間近で見るとすごく綺麗な人だね。ほらね、もうなんかみんな普通に受け入れちゃってんのよ。ね、見た、大昔にクレモランを氷漬けした魔女が復活してこの城に住み始めたんですって。またこの国を氷漬けにするかと思いきや、随分フレンドリーだからみんな驚いてるみたいよ。意外よね。あ、氷漬けにしたっていうことは内緒にしてるわけか。そこは内緒にしてるのか。うん、なんかすごい丸く収まっちゃってるね怖いぐらいに丸く収まってる。ここは美しき女王シャール様が治めるクレイモラン城です。今や美しき魔女の住む城として知られるこの城をゆっくり見学していってください。時の流れ早すぎ美しき魔女が住む城として知られるの早すぎあ、なんかお祈りしてる人なんかいたっけ。この宝玉はエターナルストーン。あー、この回ってるやつか。クレイモランの平和が永遠に続くようにと魔法で作られた宝玉なの。これも魔法か。まあでもオーラめちゃくちゃ出てるもんね。恋人たちがこの宝玉の前で愛を誓うと、その愛は永遠に続いていく。クレイモランにはそんな伝説があるのよ。ちょっと、マルティナちゃん出てきて、ちょっと一緒に願おうよ。ちょっとマルティナちゃん、ちょっと彼女がこの宝玉に愛を誓いたいと言うから付き合ってるんだ。これで愛が深まるとは思えないけどな。ちょっと彼氏の方はめちゃくちゃ冷めてるんですけど。いいじゃん、そんぐらいなんか一緒に普通にやってあげたら。な、ノリ悪い彼氏。ねえマルティナちゃん、ちょっと願おうぜ。俺はノリがいい彼氏だぜ。ちょ、仲間やった、ね、いいじゃん。ほら、マルティナちゃん横向いてるんですけど、ちょっとどうした？秘密、とうとう6つのオーブが全て集まったわね。早く始祖の森にある祭壇に6つのオーブを捧げて命の大樹への道を開きましょう。始祖の森はシケスキペ、うん、オッケー。なん、どうした？もう、老様変わってないわ。お孫さんの手本になれるようにしっかりしてって言ったのに。めっちゃ怒ってる顔じゃん。だからローあんなに下向いちゃってんだ。っていうか、シルビアさんもめっちゃ睨んでない？ねえ。右3人の様子がめちゃくちゃおかしいんですけど。確かにこれがね、おじいちゃんだと思いたくない。そうだわ、ローおじいちゃんだった肉親のすっかり忘れてた。なんか、他人だと思いたいね。他人だと思いたい。もう、
こんなことがないようにきちんと怒っておかないと。まあ男ってねこういうもんだから、マティナちゃん。いやでも僕は違うよ、僕は違うからさ、ちょっと後ろ向いてお祈りしない？ってブンってやって、うっしゃしゃい、違うんじゃん、ムフフボンはとても高く売れるからユグナフこの式にしようと思ったのじゃ。ムフフボンって言ってんなちょっとやっぱね、エロ本って言っちゃうとあれだからね、うん、ちょっと具体的には言わずにムフフボン、やっぱキッズもやるからね、キッズもこのゲームはきっと祖国の復興という崇高な目的のために恥を忍んで持ってきたというのに、こんなひどい手打ちがあるかね。もっと価値の高い本あったでしょ絶対、あの古代図書館まあでもやっぱね、魔法とかいろんなそういうのは盗んじゃいけないと思ったのかな、ローは。やっぱ歴史的価値があるものはね、ムフフ本はまあいっかって、その中でもまあいっかって思ったのかな。そういうことにしとく、ちょっと不潔よローちゃん先に言っちゃったよ、ローちゃんあんな本見るなんて不潔よ不潔。クミツーちゃんはああいう本に興味ないわよね、大人とはいえ勇者なんだから世界が平和になるまでお預けよ。すげえ目で見られてるよすげえ目で見られて、大丈夫大丈夫だよね、クミツは大丈夫、きっと大丈夫さ言い終わった後のね手の動きが面白いわ、みんなもう。その古代図書館からわざわざ本を持ってくるなんて、ロー様は勉強熱心なのですね。嘘でしょセイナちゃんそういう思考回路になる、何の勉強ね、あの本で何の勉強するのじゃ逆に、セイナちゃんちょっと。でもあれはどんな本なのでしょう、小光さんは知ってますか、知っていたら後で教えてください、しっえ教えてください、教える、じゃあちょ、えセイナちゃんじゃあ教えるか、小光な、いいよ勉強しようぜだからあんなに普通のなんか天然発言というか、あ、この図書館から持ってきていたのはロー様この本だったんですね、普通に言っちゃったんだセイナちゃん、そういうことか、はあ、おっと縄文で待ってた間何をしてたかって聞くのはなしだぜ、俺たちにはまだたくさんやることが残ってるんだ、早く次の目的へ行こうぜ。そうか、神はそっちで頭がいっぱいか、ウケるなこの会話はウケるなおびっくりした、めちゃくちゃびっくりした二人で普通になんか庶民派の酒場で飲んでるんだけど、すごっ。そういえばシャル、あんたが好きだって言ってた衛兵のことはうまくいってるの、あ、リーズレットが言ってた、びっくりした、え、シャールが好きだって言っていた、え、衛兵のこと、えなんかいたことにびっくりして、さらに内容にびっくりしすぎて頭に入ってこないんだけど、ん、衛兵が好きなの、シャール様、それはその、何にも進展がないわけね、ちょっと時間をかけすぎじゃない、うかうかしてると他の女に取られるわよ。でもそんなこと言っても、ああもうじれたいわね、シャール、あんた可愛いんだからもうちょっと自信持ちなさい。わあ確かになんかね、こういうの聞いてるとリーズレット様ってなんかちょっとこうなんだろう、サバサバしてる感じだから、いろんな相談していろいろ本当悩み聞いてもらうにはすごく良さそうな感じするよね。衛兵、どの人のこと好きなの、全然わからないんだけど、わかるの、どの子のこと好きかってね、えちょっと王子様とかいるんだけど、どうなのこれ。この頃シャール様と飲んでる姉ちゃん、ずいぶんなべっぴんさんだな、ノリも良さそうだし、今度一緒に飲まねえかって誘ってみようぜ。まだ女王って分かってない人もいるんだ、いいえやめといた方がいいんじゃないか、あのリズレットって姉ちゃんはかなり強力な氷の呪文を使えるらしいぜ。知ってたわ、下手にちょっかいをかけて凍らせるとカッチコチに凍らせれるから、ブルブルブルビー、だいぶベロベロに酔ってんなふんねえそこのお兄さん、私リズレットさんよりセクシーかしら、
正直に言えば僕としてはリーズレットさんの方が好みかな。ちょっとシースルーバンクはね、自分あんまり好きじゃないんですよ。前髪がちょっと少なめっていうか。え、リーズレットさんの前髪ってどんなだったっけ。いや、うん、でもやっぱこういう時はね、やっぱ合わせてあげるのが男ってもんだから、女の子ね、うん、恥をかかせちゃいけないというわけで、はい、本当にお兄さん優しいのね、お世辞でも嬉しいわ、それだけかーい。うん、別に下心とかそういうのあったわけじゃないけど、それだけかーい。それだけかよー。チェッ、いるぞリーズレットさん。いや君か、あれから体を鍛えてるけど、やっぱりそう簡単には強くなれないね。でも諦めたりはしない、絶対に強くなってリーズレットさんに釣り合う男になってみせるよ。頑張れ頑張れ。リーズレットさんもきっと振り向いてくれるそのうち。ダーン、こうやってね、ツボを割ることによって腕の筋肉がつけるもんだから、うん、ちゃんと学んでおけよ俺から。いや子供は帰った方がいい時間でしょ、どう見ても。いいけど、なんかみんながなんか実った感じ、うん、なんかすっごい寒くて凍ってた人もいれば、なんか耐えてた、頑張って耐えてた人たちがこうやって集まってんの、なんかいいね。なんか見つめ合ってる犬と。あ、そうでもないわ。ん、貧しい人たちがいて、もう何年も前のことになりますが、この教会の近くに身寄りのない幼い兄弟が住んでいました。貧しいながらも肩を寄せ合って懸命に生きている姿がこの目に焼き付いています。彼らのような人たちを救うためにシスターになりましたが、役目を果たせているか時々自分でもわからなくなりますわ。なんだ、過去のリーズレットさんの話かと思ったら、知るわけないよね。何十年も前の話だもん。びっくりした、全然関係ない話だった。ワンワンオーワン。夜も場所を変えて雪かきしてるこの人。すごいな。多分きっとこれ筋肉でこんなに体がちょっと太ってるわけじゃないんだよな、きっと。体は筋肉で固めてんだ、きっと。ん？ん？どう、何？どうした？これ何？どうした？あ、あれじゃないの？なんか見とれちゃってたから土下座してるとか、奥さんに。あなたまた酒場のバニーガールに見とれてお酒飲みすぎちゃったんでしょ？もういつもいつも懲りないんだから。あ、土下座してるわけじゃなくて酔いつぶれてんのこれ。酒場にいるマニーちゃんに見とれながら酒を飲んでいたらついつい飲みすぎちまった。うう、気持ち悪いぜ。言えば昼間と夜で全然なんかさ、なんだろう、違うというかつながってるっていうか、面白いね、時間帯を変えてさ見るっていうのも。わ、いっぱい家族いる。やっぱここか、ここの奥さんだった、貴族の家っぽいところ。まだ言ってる。氷の魔女は性格が明るくて見た目も綺麗だから男の人に人気だけど、私はいつか悪さをしないか心配してるわ。別に言い合えてるわけじゃないのよ、私は純粋に心配してるだけなんだから。でも絶対女の人はそう思うと思う。だってさ、まあその城のね、女の兵士さんたちもそうだけど、急になんかさ主役の座を奪っていったわけじゃん、真ん中を。そりゃ誰しもがそう思うでしょ。その男の人もそうだし、その役割としてもさ、シャール様の隣で。大人になったら魔女さんに空を飛ぶ方法を教えてもらうんだ。ああ、早く空を飛びたいな。いや、いいね。出た、もうこの嫌味な旦那ね、本当に絶対好かれてないよ。少しでも割っとこ、タル。無法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 法無法法無法法ほわーん、どういう歌でしょ、古くから我が家に伝わる歌。なんで知ってんのって思ったら、伝説の歌あんの、そんな無法法の歌。え、無法法でも、ちょ、ごめん、それ殺しちゃったんだ、僕じゃないけどね、そんな目で見ないで。あー、
調べられるかなと思ったら、ちょっと、破天荒すぎ。夜終わっちゃった。こんな最後を迎えちまって夜。もうかわいそう。きっと作ったのにね。ごめんね。違うんだよ。気温が高くなって溶けちゃっただけだからね。よかった。できてた。びっくりし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 た。きっとこの子だ。プチャラン村にも私が好きなね、ことがあるよってコメントで教えてくれてたんですけど、もらってたんですけど、ちょっとなんか寄れてなかったので探してたんですよ。この人じゃん絶対。ほら、あなたなかなかいかそうね。どう、パフパフしていかない？お願いします。いい？行くわよ。それパフ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 、あなたのお顔にパフ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 。この人もそういうタイプ？クレイモランもあれだったけど。うふ、もういいわね。パフパフおしまい。クミツーはパフパフしてもらった。クミツーの魅力が5上がった。めちゃくちゃいいパフパフしてもらったんだけど、どうだった？私のお化粧テクはこれでだいぶ見れる顔になったわよ。うざ、見れる。元から超絶見れる顔じゃん。何言ってんのマジで。この顔が元からめちゃくちゃ見れる顔でしょ。何、目く、狂ってる。あとはヨッチ村に来たんだけど、なんか手に入れてたよね確か。どこだっけ、ここ、あ、ダーマ神殿、ここでしょ。1,2,3,4,5,6 だ。666のダーマ神殿に行ってみましょう。6もねやったことないんだよね。でもダーマ神殿はいろんなシリーズに出てくるね、有名なところだから名前はわかるんだけど。これは魔法でなんかなってんの、それとももともとこういうじいさんいっぱいいるわけ。私は新たな人生を求めてダーマ神殿を訪れたんですがね、私がやったことあるやつのダーマ神殿は なんだっけな、転職ができるとか転生ができるとかね、そういうところですよね、ダーマ神殿。だから新しい人生を求めて転職しようとしたのかな、この人は。コントローラー机にぶつけちゃった。なぜか多くのおじいさんがダーマの神殿長に詰め寄ってて、今は転職できないみたいなんです。やっぱ転職しようとしてたんだ。どうしたじいさん、生き返らせろって言ってんのかな。もうじいさんだから。私憧れの賢者様になるためにここにやってきたんだけど、いつまで待てばいいのかしら。このダーマの神殿はな、人間が魔物に対抗する力を得るために欠かせない修行の場なんだ。でもこんな騒ぎになってしまっては魔物に立ち向かう者も育たない。こりゃ大変なことになるぞ。何の、どういう騒ぎ、こっちは何。この騒ぎのせいで他の転職者の方もめっきり神殿を訪れなくなってしまいました。このままではダーマ神殿は潰れちゃうん。今までたくさんの人たちがこのダーマ神殿を訪れたけど、ピチピチギャルになった人はいないわね。そもそもピチピチギャルって職業なのかしら。そこは言わないお約束だわね。そういう職業がシックスにはあったの？ピチピチギャル、ピチピチギャルを出せっておじいさんが言ってる。もしかしてローみたいなおじいさんがさ、いっぱい来てピチピチギャルを出せって。やっぱりわしはピチピチギャルになりたいのを出せじゃなくてなりたいんだ、なりたかったんだ。まだか、早くわしらをピチピチギャルにせんかい。ローもなりたいと思う。ローは見たい派だもんね、どっちかってたら。もうすぐじゃ、もうすぐわしはピチピチギャルになるんじゃ。どういう騒ぎなのこれ。ピチピチギャルになりたいと、なりたいだろうと思ってるじゃろ。ふふふ、わしがなりたいものは内緒じゃ。じゃあピチピチギャルになりたい人がいるから、イケメン、イケメンになりたいって願えばさ、めっちゃ囲まれるんじゃない、このおじいさん。ピチピチギャルはわしの子供からかられられる夢なんじゃ。あんたも男だったらわかるじゃろ。ピチピチギャルになりたい気持ちは男の永遠と夢だということ。ピチピチギャルに囲まれたい方じゃないの、夢って。
もう一度私はわしは人生に花を咲かせるためピチピチギャルになるんじゃ。そうしたらお前さんにもパフパフしてやってもええぞ。でも元はじいさんだったんだよなって分かっちゃうね。分かっちゃうな、きついな。知らない状態であってパフパフしてもらいたいけど、変身する前を見ちゃってるとな、ピチピチギャルになるんじゃ、ピチピチギャルになるんじゃ、どういう状況なんマジでこれ。ここはダーマ神殿、己自身を見つめ直しこれからの生き方を考える精神性な場所じゃ。生き方を変えたいとお望みか。いいえと言いたいところじゃが、今はとある事情によりお主に新たな道を歩ませることはできん。僕勇者だからね、いいかな、変わんなくても。スーパースターにはなってやってもいいけど、見ての通りダーマ神殿は今空前のピチピチギャルブーム。ダーマ神殿に空前のギャルブームはウケんな。ピチピチギャルになりたいと願う世界中のご老人が一斉にわしのところに押し寄せてきたのじゃ。皆にピチピチギャルになどを転職できんと伝えても聞く耳を持ってくれんし、このままではダーマ神殿はおしまいじゃ。このご老人たちを納得させない限りダーマ神殿の本来の務めが果たせぬ。旅の者よ、どうかわしの頼みを聞いてくれ。どう分からせたらいいんだ。かつて先代の神殿長が言っていたのじゃ。世界のどこかにはどんなものでもピチピチギャルになれる転職本があると。へえ。もしその本、転職本を見つけたらわしに届けてくれんだろうか。え、あ、じゃあこのマップではこれも解決できないパターンのやつかな。はい、なんと引き受けてくれるのか。感謝するぞ、感謝するぞ旅の者よ。それで肝心の転職本がある場所なのだが、ピチピチギャルといえば乙女だ。お主の世界に乙女が集う場所はないか。そこに図書室などがあれば。あれ、え、これはさ、6のやつじゃなくてもいいの？そのさあ、ほら、女子学園の図書館にあるとかあったっけ。本たくさんあったけど関係ある話あったっけ。わかんないわかんない。雲をつかむような話で申し訳ないが、もしその転職本を手に入れたらわしのところに届けてくれ。では頼んだぞ。まあ、あ、ロトゼタシアにある乙女が集う場所のでいいんだ。ロトゼタシアでいいんだ。黄金のツルハシってなんか意味があるのか。行ってみよう。これは行って価値がある話だな。うんうんうん、いいじゃん。もう場所は分かってるもん。ただお腹が減りすぎてさ、口が回らないというか、ちょっとなんか血糖症になりかけてる。きついぜ。じゃあ帰って、はいはい。あ、他ってまあ行けないところだったんだっけ。結局天使会はダメだし、あれ、神々の間も行ってないところだ。やばい、腹が減ったけど、ちょっと神々の間は行くか。はい、行きます。水を飲んで落ち着こう。脳内が、天もやったことないんだよね。すごい。え、これ敵じゃないの。なんか鍵を握ってそうだけど。奥の方に見える大きな像は、私たちがこれから生まれ変わるご種族の神様の姿だそうよ。私のそばにあるものから順に、ウェンディ、ドワーフ、エルフ、プクリポ、そしてオーガと言うんですって。私はオーガに転生して強くなろうと思っていたのに、トロルになるなんてまっぴらごめんよ。何、思ってたのと違うのになっちゃうって。あ、はあ、ああ、本当はもっと神様とかなんかわかんないけど、いろんな種族になれるのがあった。あ、そういうことが。奥に銅像立ってるね。うんうん、なりたいものによってこういう姿になれるよみたいのがあったはずなのに、魔族がなんか占拠しちゃってんだここ。僕たちはエテーネという村の民です。外界から隣接された島で平和で静かな暮らしを送っていたのですが、恐ろしい魔物たちの軍勢が突然現れ村を焼き払い、僕たちはその時命を奪われました。あ、じゃあもう天国って感じなんだね。天国で次はじゃあどの国にどの種族で行くみたいに選べるんだ。そんな僕たちの魂を導いたのは神の声です。その魂にはまだ果たすべき使命があるからと、5つの種族より姿を選んで生き返れと、そう言われここに導かれてきたのですが、
いきなり神の声が途絶え、天聖大王という魔物が現れたのです。天聖大王はなんかちょっとやだな。エンマ様のね、僕たちの生まれ変わりを邪魔してやると言い、魔物にしか転生できなくしていきました。このまま魔物に転生するなんてできません。この部屋にいる魔物たちを消し去るため、転生大王を探して倒してきてくれませんか。どこにいんの転生大王は。はい、ありがとうございます。え、転生大王は銀の盾ごことなる楽器を求め姿を消しました。天聖大王は人間の老人のような姿の魔物です。心当たりのある場所を探してみて、そこに怪しい老人がいたら、そいつが天聖大王です。どうか気をつけて、ちゃんと僕たちが生まれ変われるように天聖大王を倒してきてください。金の盾ごとのところはもうクリアしたところじゃないの。あれ、なんかクリアしてなかったっけ、金の盾ごとのところ。あれ1だっけ、銀の盾ごと。ん ?2 だっけ ?3 だっけ ?3 ではないな。1。あれ行けるとこ。ちょ、待て。え、ここガライの町、ここじゃん。一回クリアした町も、なんか他の本で行くことになったりするんだ。ガライ、だって、そうだよね。平和になったみたいな感じで。こいつか?違うわ。こいつか?違うわ。こいつか?違うわ。あ、ガライの墓。奥にいたよね。なんか、奥にさ、このカーテンの奥に、老人がいたと思う。え、あ、ん?あれ?あ、いなかったわ。ほ、あれ?ここじゃないの?これか。あっ!